はい。
結構一緒に踊ってくださってすごい嬉しいです。私たちですね、今日は大阪から、先ほどもね説明があったかもしれませんが、大阪から来てまして、普段はこちらで活動してるんですけども、今回こちらのラモノさんで、東京初ライブでございます。ありがとうございます。このバンドを紹介するときに大所帯バンドなんですっていう風に紹介してるんですけど、うちのバンドより大所帯のバンドが今日めっちゃたくさんいらっしゃってちょっと後悔忘れてしまって普段はもうちょっとメンバーもいるんですけど、ちょっと今日は東京仕様ということでこのメンバーで来てます。本当は倍いてますよ。ラグビーできるから嘘じゃないですまあ、大人数のこのねバンドを生かして迫力ある演奏をお届けしたいと思っています。で、このバンドですね、分かりやすいメロディーをちょっと目指しているというか、そういう曲が多いので、今日お子様もいらっしゃってるということですので、もし口ずさんでいただけたら大変嬉しいです。最後までよろしくお願いします。あとですね、皆さん気になってると思うんですけど、うちのバンドはボーカルが3人いまして、それぞれでメインで歌ってる曲があって、で、それを、このバンドで演奏させていただいてます。次の曲はですね、こちらの真由美ちゃんにバトンタッチしたいと思います。紹介に預かりました、まゆみです。では続いての曲聴いてください。ミルキーウェイ。Okay.
ないですか、大丈夫ですか。めっちゃ盛り上がっていただいて、もう本当にもう嬉しいですよ。大阪から来た甲斐があります、ね、もうみんなあの今日ほとんど寝てなくてね、なんかちょっと変なテンションでねやってるんですよ。なんか変なテンションでやってたからか知らないですけど、なんかチューニングやる羽目になってた。すいません。あ、そしたらですね、もうここでちょっと告知をしてしまいましょうかね。時間があるので。あ、終わった。あ、残念。ちょっと後回しで車にね、揺られて揺られて弦がずれてしまうんですよね。では続いての、
まだまだいきますよ。次めっちゃ激しい曲なんですよ。ついてきてくださいね。よろしくお願いします。ルー。
しかったでしょう今の曲。これから弾丸でね帰るなんて思うんですけどね。そうですね。もうほぼ抜け殻ですよね。ないんで。今日の睡眠時間は多分1時間あるかなぐらいですね。もうスイッチ一気に切れちゃった。もうないよね。電池切れ。最後まで。町田あたりで多分寝てると思う。それは危険やね。あ、ですね、なんか楽しい感じになりましたが急に次の曲でラストとなります。本当にこの短い間でしたが、このセブンシークルーズシップっていう名前をね、ぜひ今日覚えて帰ってもらって、もし大阪に来ることがあれば、あのセブンシークルーズシップのライブにお越しください。お待ちしております。で、そうですね、何かこう爪痕を残し帰らなあかんなということで、私真由美とかなちゃんが、それぞれちょっと CD を作りまして今回で、そのさて残せるか、え階段上がったあの受付のところに置かせていただいてるので、お帰りの際はちょっと見てもらって、触ってもらって、裏見て、あ、曲こんなんやねんなっていうのを見てもらって買ってください。よろしくお願いします。はい、では最後の曲へ行きたいと思います。ちょっとしっとりと、綺麗なハーモニーでお送りできたらなと思っております。カペラ。Thank you.
今日は本当に出会えて本当に良かったです。また機会があればぜひよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。続きのバンドもすごい盛り上がる曲なんで最後まで楽しんで帰ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。